速いボールでした。インドをいっぱいいっぱい、まず最初の三振となってます。与えるというところになってくるんでしょうけどね。なるほど、マグリフィスもそうですけどね、昨シーズンはバファローズとは対戦がありません。インサイドに突っ込んできました。仕上げてます。サードはガルビス。おっとランナーが走ってますが、タッチはアウトです。浮きました。手出ませんでした。ここは打たせました。セカンドゴロです。三森下からトス。今日スタメン起用の後藤を出塁することができませんでした。詰まってます。打ち上げて三森が足が止まりそうです。外に抜いてきました。今宮往来しっかりと拝み取り。ピンチがありましたが、痛烈ピッチャー強襲だ。ここはアウトにはなっていますが、夢ですか。今追い込んでます。チェンジアップ杉本三振。レイが勝った今日3つの三振になってます。インコースカットですか。すごいカットですね。膝元に食い込む球、思わず振ってしまいました。胸、打球が胸に当たりましたが、レイ3人でこのクリーンナップを片付けています。8月の2軍戦で骨折がありました。ラベロ、ダルビスコーチです。ストレートも変化球も良さそう。どの変化球でもストライクが取れるし勝負もできている。積極的に振ってくるバッターの。ショート正面大事に行きました。今宮一塁へ送りです。バットの先、強い打球でしたが今宮がいました。強引に持ってきましたがガルビス。これで3アウトです。ラベロ、ピッチャーゴロ。ちょっと今日ラベロはこのレイにも合ってないですね。